本和彦の漫画チックに行こう。皆さんこんばんは、島本和彦です。いや、雪が降ったり溶けたり、すごい一週間だったね。いやもうね、なんだかわからない、あったかいんだか寒いんだか、なんだかわからない状況ですね、本当にね。そんな中、夕張ファンタスティック国際映画祭行ってきましたよ。いや、本当ですよ。カレーそばも食べてきましたよ。なんかね、街がこの映画関係者で溢れてて、もうある意味こうハリウッドみたいでしたよ。それ期間限定のね、いや、ハリウッドいいなこれっていう感じでしたけどね。うん、まあそれはそれとですね、前に携帯をなくしたって話をしましたよね。変えました。ほら、木村さん、これ見て、いいでしょこれ、最新ですよこれ。私がですね、買いに行ったら今日発売ですって言われて、あ、これは運命だなと思って買いましたね。機種は言いませんけれども、あのナビがついてるんですよ、ナビが。だからね、もう私が道に迷っても大丈夫、素晴らしい。もうメールなんてやったことないのにね、ちょっとやり始めちゃってるし、あの着メロなんか変えちゃったりしてますからね。もう今まではいつもジリリリンってやつを使っていたのに。そんな中ですね、この会社から電話がかかってきて、実はその商品にはちょっとミスがありまして修理しますのでショップに持ってきてくださいっていうね。買ったばっかしなのにって持ってきました。で、新しいのが出てきました。新しいのっていうかね、はい、治りました。でもなんかちょっとね、あの昔ね、マグマ大使、手塚治虫先生のマグマ大使っていう漫画で、一回あのガロンに破れるんですよ。ブラックガロンに破れてぐちゃぐちゃにされたマグマがね、あのマグマ大使を作ったアース様が、そんなぐちゃぐちゃなマグマをもう一度蘇らせて、蘇ったマグマって言うんだけど、いや、こいつ一回死んでるし、なんか違うやつに見えるっていうような、そんな微妙な感じがあったんだけど、私の携帯も今そんな感じで、お前本当に俺が買った携帯なのかっていう、ちょっとね、まあいいよいいよ。でね、いや、うん、あの着メロなんだけどね、私は最初ね、こうなんか自分にぴったりなのないかなと思って探しました。まあ、この番組の後の番組でね、アニメロミックスやってますよ。そこで流れるようなアニメロなんかをこう入れたりして、いや、さすがに私もほらね、立派な大人だからね、ちゃんとしたね、なんていうの、ディズニーのアラジンとかね、そういうのオルゴールでね入れたりするわけですよ。したらね、この職場で鳴ったらね、このなんて言いますか、そのあのスタッフがね、ブーイングですよ。合ってない、キャラに合ってないですよ。じゃあ俺は何をしたらいいのっていうことでね、その後ロッキーとかライダーとか少林サッカーとかね、いろいろ変えてみて、違うとやりながらね、今これにしました。はい、この番組の主題歌です。なんかそれらしいでしょ。それじゃあ今週も漫画チックに行ってみよう。島本和彦の漫画チックに行こう。この番組は月刊サンデージェネックスアニメイトの提供でお送りします。出ない、出ない、アイディアが出ない。おお、ヤシさんと角のコンビニまで一走りって、なんかいいアイディア買ってきてくれ。はい、いらっしゃいませ。すいません、アイディア一つください。正面の棚に波、上、特上とご用意してありますが。波、あ、いや、上にしとく。ありがとうございます。あ、炎プロで領収書も。締め切り前夜の漫画家に恥も外聞もない。なんで特上にしなかったんだ。熱血漫画家伝説、島本和彦吠えろペン、好評連載中。月刊サンデージェネックス小学館から毎月19日発売。サンデージェネックスコミックス吠えろペンも絶賛発売中。アニメイト店長、何配ってるんですか。これはゲームの体験版を真似て作ったポスターの体験版だ。体験版ってただのポスターの切れ端じゃないですか。これもらってポスター買おうって人います。あの人なんかゴミの間違って捨てますよ。しまった。ポスター買うならアニメイト。アニメイトには人気作品キャラクターのポスターが勢揃い。あなたのお気に入りも必ずあるわよ。
アニメ店長が待ってるぜ。いやね、本当はね、自分のね、俺作詞作曲したやつがあるわけですよ。炎の転校生の主題歌が。これをね、入れたいなと思ったんだけど、見つからなかったんです。ねえ。いや、いろいろね、こう昔の着メロを選ぶときに、ああ、こんな曲もあったな、こんな曲もあったなって振り返ると、いや、最近聴かないけど、やっぱこれだよなっていう曲がいくつかあるわけですよね。それでね、最近下正人さんっていうね、有名なのは泳げたい焼きくんなんですけれども、アニメとかね、特撮の歌を歌われてる最高の歌手がいますよね。この人のボーカルコンピレーションっていう青版赤版っていうのが出てですね、最近ちょっとこの人の CD のなんていうの集大成が揃いつつあるんですけれども、その中それをね聞いて仕事をしてたら、あまりにも素晴らしくてね、一回昔レコードで聴いていたけど CD になるとやはり違うぜ、響き方がなんか魂が揺さぶられてるよっていう、これだよと思ったんで、ちょっと今週はその曲を聴いていただきたい。できればCD を買ってこうクリアな音声で聴いていただきたいんだけども、とりあえずはね、私のそのなんだか総なんかコンピレーションの中でもね、特にこれは揺さぶられたっていうのを用意してきましたので、ラジオから聞いてみていただきたいと思います。それではまずはね、ファイアーマンの挿入歌、これは主題歌じゃないんだけどね、もうこの下正人さんの歌いっぷりは、歌詞はどうでもいいの、もう歌詞なんか全然意味わからないわからないのに、歌い上げられると魂が揺さぶられるっていうのはね、すごいなと思った。どうですか皆さん、もうね、もうなんかファイヤーマンなりたいでしょ、なりたくない？受験生の皆さんね、炎のように燃えてくださいよ、もうね。はい、それではね、いただいたお便りを読んでいきたいと思います。島本先生こんばんは、ラジオネームあわゆきと申します。みやっちさんとのトークはいかにパブリックな場でのものとはいえ、これあれですね、先週来た私の、小学館少年サンデージェネックスの担当をしている、宮坂こと宮地さんですね、はい、そのトークを先週30分やったんですけれども、非常に周りにお気を使う先生の先生たる巣が垣間見えた内容ではと思い、爆笑ではなく30分ずっと痙攣のような笑いに襲われた素晴らしい内容でした。いつもはもっとバトルなやり取りが繰り広げられているんだろうなぁと、もう最後も正式な編集者ではないって、つまりはおめえみたいな編集はいねえよとでも言いたげで思わず吹き出してしまいました。
これね、正式な編集者ではないって私言いましたけど、これ皮肉とかじゃなくて、確か最初バイトで入ったのかな、それでねどん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 昇格してったわけですよ。それで本式の小学館の編集者になったって、もう素晴らしいね根性の人なわけです。でも私はバイトかなと思ってただけなんですけど、失礼ですよね、これ向こうもびっくりしてたわけですよ。それでだからあのね、私の誤解であって皮肉ではないんです、それはちょっと理解してください。はい、ありがとうございます。はい、次ですね、おはようございます、メガメガミーコです。昨夜の放送ではついにあのダメダメの編集さんが登場してましたね。どんな人なのかと楽しみにしてましたが、ちょっと先生もしや足引っ張られてるのではと少々心配になりました。でも小学館の編集ってあんな感じの人が多いかもしれませんね。何の根拠であなたも言ってるんですか。どうしてなのかずっと疑問だったのですが、ついに謎が解けましたって。わからない、なんだあなたにとって何が謎だったんですか。小学館の編集さんってどんな人が多いかってことなのかな。そうか、運だったんだ。なるほど、それなら納得できます。これね、先週の最後にね、宮地さん編集になるのに一番大切なものは何ですか聞いたら、運ですっていう素晴らしい答えを言ってくれたんですね。はい、運よく出版社に入れたのなら頑張って成長してくれないと。いやいや、何でもありませんって書いてありますね。いや、私もそう思います。ね、頑張って成長してほしいものですよ。ね、いやいやいや、ね、頑張ってますよ。あの子はね、私漫画の中で一回ね、漫画家が編集を育てるっていう話があった。これね、実際も漫画家っていうのはね、最初新人でデビューした頃は編集さんに育てられるわけですよ。いろんなことを教えられるの。昼間は打ち合わせに行くからって言っても実は、朝の4時に来るとかね。そういうなんていうの、時間的嘘のつき方とか、結局打ち合わせは夜中になるんだとか、そういうこと叩き込まれるわけですよ、新人の頃にね。まあそれ以外のことも教わります、もちろん。君の書いてることはね、メジャーじゃないよ、ねえ、水着出したらとかね。あ、水着かみたいな、水着がメジャーかみたいなね。今まで自分の思いもしなかった方向からパンチを出してきて、それでまあいろいろと育てられたりするわけですよ。だからまあ変な、うん、ちょっとあれな編集さんについたりして育てられちゃったりするとね、大変なことなんですけど、だからね、運ですよ。運ですよ、それもね、人と人との出会いは運だよね。それでね、しばらくしてやっぱり漫画家も育ってきてね、次はこの編集の新人が来た時に先生の下で育ててくださいっていうことがあるらしいですね。私もいろいろありましたけどもね、育てたと思ったら担当が変わったとかね。俺の時間、俺ここまで育ててさあこれから一緒に仕事だって言ったら、もう来月から担当変わります、ふざけるなという感じのこともねありましたけど、まあ宮地さんもですね、編集長がちょっと3ヶ月だけやってくんないって言うから、いやいいですよ、 3ヶ月だけね。3ヶ月ね、何もしなかったから君はダメだ、交代だ。うわ、こんなことラッシュで言っちゃっていいのかな。それで交代だって言ったらね、いや本人が反省してるんだ、もう一回やらせてくれって言ってる、どうですか島本さん。いやいや、俺だったらね、やりたいって言うんだったら、やる気があるんだろさ、いいよっていうね、こうねえ、うん、こうあれね、血液型 B 型、まあいいや、そんな血液型の話は。B 型ってね、褒められるの大好きじゃないですか。でもね、人を褒めるのが大の苦手。私も B 型だしね、彼女も B 型だから、だからね、分かるでしょ、フラストレーションですよ。今ね頑張ってる、それなりに彼女ね。はい、じゃあ3つ目ちょっと読みますね。島本先生こんばんは、先週の宮地さんとの対談、ホエペンの裏話などとても面白かったです。これはラジオネーム FH さんです。ラジオの前で笑っておりました。最後に宮地さんが、いや運ですよ、実力なんか関係ないですよとおっしゃっていたのには笑いました。漫画チックが始まる前の CM で岡崎和久アナが受験生に向かって、運なんてないよ、頑張った人には勝利の女神が微笑むんだ、
なんて爽やかに言ってましたけど、同じ曲なのに一貫性がないじゃないですか。いいんですか。ああ、僕は3日の日に受験があるのですが、気合を入れるため熱い放送よろしくお願いします。ああ、それはね、パーソナリティ性ですよね。いやだってさ、 STV のラジオ聞いてて、いろんなアナウンサーいるじゃない、みんなね、あ、この人運で来てるって、いないいないいない、いや、いません、皆さん実力ですよ。いや、皆さんね、苦しい中勝ち上がってきて頑張ってる人たちです。でもこいつは運だよ。いや、そんなことない、岡崎くんは実力です。で、ね、まあ岡崎もまだ若いからよ。そのうちもうね、悔しくって、なんでこんな悔しい、もうね、歯を噛み、顔噛んで、なんでこうなんだっていうのね、世の中運かもしれないって思う時が必ず来るかもしれません。はいはい、それではね、シモン・マサトの次の曲、ユーフォ選手ダイヤブロン。プリですね、もうね、悲しい、これなんかね、この UFO 戦士ですよね、全然なんかこうリアリティないじゃないですか。で、ね、空飛ぶ円盤に乗っかって僕らは地球を守るんだですよ。そのね、この UFO 戦士、なんでこんなに島本さん悲しいの。きっとね、ガシーンって言って、ガシーンしちゃいけないんだ本当は。きっとガシーンしちゃいけないんだ、でもしなきゃいけないんだ、地球を守るためにっていう悲しさがね、そんな内容ではないんですけれども、なんか深読みしてしまいますね。はい、今日はですね、ゲストっていうかお客さんをね、お呼びしておりますね。前にね、この番組でね、なんか話し方しなくてもいいんだけど、映画のチケットのプレゼントをさせていただきました。まあ、今日も押井守監督作品なんかがあるんで、ちょっとプレゼントしていきたいと思うんですけどもね、こういうのを提供してくださっていますね、札幌映画祭の竹内さん。札幌映画祭の竹内と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。札幌映画祭の何をしてる方なんですか。札幌映画祭の、まあ、一応今は、まあ、代表みたいな。あ、代表だね。素晴らしいですね。一番ですね。はい。はい。はい、それでですね、今日、まあ、プレゼントは押井守のイノセンスっていう映画なんですけどね、はい、はい、これ面白そうですか。そうですね、これもう広角機動隊を見た人は必ず見なければいけないような作品という。おおおおおおお、はい、広角機動隊ってすごい世界的な作品ですよね。そうですね、はい、じゃあ見てない人は見れないわけですか。もう DVD で見てです。ああ、一回 DVD で見る、はい、わかりました。じゃあこれ後でと、はい。今日はですね、まあ、夕張ファンタスティック映画祭、はい、ね、国際ファンタスティック映画祭ありましたよね、はい、先日、はい、で、それでもう相川翔さんも来られたということですね。そうです、相川翔さん、はい、なんかゼブラマンが今話題で、そうですね、ヒーローもんですよね、これ。そうです、もう今日はもう、はい、相川翔さんのですね、100本記念作品の、はい、100本記念作品なんですよね、はい、いや、これ私もね漫画の単行本100冊記念だったんですよ、つい最近。あ、おめでとうございます。100、ありがとうございます。100つながりということですね。あ、いや相川翔さんすごいですね。はい、もうこの作品がですね、まあ、相川翔さんのですね、はい、出演作品100本というだけじゃなくてですね、うん、もう監督が三池さんで、脚本が工藤監督
黒さんと、はい、素晴らしい、もうなんかこうパンフレットここにあるんですけど、はい、日本一忙しい男たちが初の本格合体って、これ言葉変えたらあんまり時間かけて作ってないってこと？いや、わかんないです。どのぐらいかけたのか僕わかんないですけど、うん、聞けなかったです、それは。いや、はい、でもね、はい、でもね、いや、私よく映画のことわかんないんだけど、漫画でも作品っていうのはやっぱり爆発力だから、はい、時間かけりゃいいってもんがいいのができるってわけじゃなくって、そうですよね、はい、その場のノリとか、はい、そういうもんですよね。そうですね。これね、ちょっとタイトルゼブラマンってヒーローものみたいなんだけど、はい、立派なパンフレットで、はい、私ちょっとね、どうせダメ、いや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 、そんなことないですよ。いや、ちょっとゼブラだし大丈夫なのかなと思って、はい、不安だったんですけど、あるところでね、このゼブラマンの歌、水木一郎っていう、こう挿入歌、そうなんです、挿入歌、挿入歌聞いて、はい、めちゃくちゃいいんですよ、これが。そうなんですよ、これもう、ね、これ群れを離れたシマウマは東京砂漠で何を思うですよ。で、ゼブラゼブラ白黒つけろ。そうですよ。今日がお前のララララ命日ラですよ。これいいのかって、いやこれね、いいですね、これ。よかったですよ、これも。先生まだ見に行かれてないですか？まだ見てないですけど、はい、僕見てまいりまして、おうおう、これはもうおすすめの映画です、ね、おすすめですか？本当本当、はい、もうねえ、知り合いだから勧めるってわけじゃないですね。そうなんです、はい、もう、まあ、昨年ね、うちの札幌映画祭の方にもお越しいただきまして、はい、違う映画の上映で来ていただいたんですけども、うん、ゼブラーマンの宣伝でいらっしゃった、よっぽどよっぽどお気に入りということですね。お気に入りですね、もうこれはね。まずね、このコスプレをしたいという人にはもう必ず見なければいけない。そうですか。コスプレをしたい人にはね、ちゃんと悪と戦ってんですよね。悪ともう一生懸命戦ってますね、はい。この三木監督ってこういうの撮ってないですよね、今までね。そうですね、まあ近い作品でいうと、はい、デッドアライブっていう相川翔さんと竹内力さんのですね、うんうんうん、わけのわからない途中から戦いが始まる、わけのわからない戦いが、そうです、はい、もうああいう作品があったんですけども、うん、まあ、ヒーローものを初めてですね。いや、あのね、ヒーローものにそのどっぷり使ってない人が撮るヒーローのものっていうのはすごく興味がやっぱあります。きっとね、なんか我々の考えと違う部分のアプローチっていうのかな。あ、なるほど。ちょっとこれは期待できますね。カニ男とか出てきますね。出てきますね。まあ今までのね、相川翔さんの敵役というのはヤクザが警察ですから、はい、そこがまあ宇宙からの侵略者みたいな話になってくるんですね。うんうんうん、そこら辺がまずどういうふうに入っていくんだろうっていうところがちょっと面白いところですね、まずこの映画の。ああ、そうですね。相川翔さんって正義の味方ってやってたんですか？正義の味方ってやってたことあるんですかね。僕が見た中ではないですけど、はい、ないですか？ないです。思い出せないですよね。これちゃんと正義ですかね、これね。まあ、学校の先生なんですけど。ああ、じゃあ小学校の先生ですね。そうなんです、はい、はい、役はそういう役なんですけども、なぜかこのゼブラーマにハマっていくというですね、まあ先生役ということ。ちょっとこれ私じゃね、はい、この放送終わったら即見てきて、来週ちょっとそれについて、じゃあ私なりの感想をね、これもぜひ、見てくることにしますよ、はい、じゃあみんな劇場で島本先生と会って握手しよ う, う、ね、ということで、はい、締めてよろしいですか？どうぞ。じゃあみんなゼブラマンを見に劇場へゴー。この曲は勇者ライディーンにかかった挿入歌で、後半シリーズ後半になった時の、ライディーン対ファラオの戦い、ライディーンめーファラオめーっていうところでかかったね。いいシーンでかかったところですね。はい、というわけで
竹内さんがプレゼントしてくれました押井守監督のイノセンスという作品のチケットをプレゼントいたします。2枚ありますけどペアでね、ペアでこれ見に行くのもどうかなと思うけどペアでお一人プレゼントいたします。きっと竹内さんまたねなんかいろいろ持ってきてくれると思いますので期待していてもいいんじゃないかなと思います。アニメイト、アニメのことならアニメイト、コミック、ゲーム、DVD、トラックも充実の品揃え。外は寒い、しかしアニメイトは熱く燃えている。あ、またヒーター全開にして光熱費もバカにならないですからね。ならば俺が人肌でお客様を温めてやる。俺はちょっと店長、店長、いやー、札幌、旭川、函館、八戸、北国アニメイトは常夏熱血営業中。アニメ店長頑張ってるぜ。はい、いやーね、プレゼントもありますし、デブラマンみんな見に行こうね。それでね、なんだろう、もし劇場であったらさ、終わった後喫茶店であれだったねって話しよう、いやいやいや面白かったねって話しようよみんなで、ね、あのウォーリーを探せみたいだけどね、島本を探せっていう感じで、見つかったらいいよ喫茶店奢ってやるよはい、チケットの、プレゼントの宛先はこちら。宛先です。おはがきは郵便番号 060-8705 STV ラジオ島本和彦の漫画チックに行こう。メールの方はアルファベット小文字で FIRE@stv.ne.jp です。はい、締め切りは3月の4日木曜日必着という形にしたいと思いますので、映画なんてね、最近やっぱり高いからね、2枚なんていうことになったら大変ですよね。いや、まあ夕張ね、映画祭でも私 見させていただきましたけどね、まあ札幌映画祭はね、なんか無料なんですよ、うん、あのチケットをプレゼントさせていただきましたけど無料なんですよ。素晴らしいですね竹内さんね自腹切りまくり、もう本当に素晴らしい人ですよはい、そんなわけでですね、まあ夕張映画祭で私もね、ある人に見つかりまして、サインしてくださいって言われて、劇場でシャシャシャとかねサインしてまいりましたけどもね、そういうところでサインしてって言われるとちょっと嬉しいなって気もするけど、あんまりたくさん来られると恥ずかしいし大変なのでまあ2人ぐらい来てたら遠慮しようとか思ってくると助かったりするかもしれないね。はい、それじゃね、来週はまあゼブラマンだけじゃなくて、いろいろ盛りだくさんで行ってみたいと思いますので、来週も聞いてください。島本和彦の漫画チックに行こう。この番組はアニメイト、月刊サンデージェネックスの提供でお送りしました。さあ、それではね、今週1週間は勝負だね。何が勝負なんだ。大体私が見に行くのは朝早くに見に行きますので、夕方からの混んでる時間を避けます。朝一番だとね、ファクタリーとか安いよ。いや、提供ね、会員カードも持ってるし。はい、じゃあその辺でみんな会おうぜ。涙は見たくない。君の笑顔をくれよ。僕はただ一つ君の笑顔が欲しい。君の笑顔が欲しい笑顔ね。いつでも男は笑う。